桶狭間の勝利で今川家の脅威から解放された信長は徳川家康と改めて盟約を結び、東方の攻略を託した。皇庫の憂いを絶った信長は次なる目標を美濃に定め、因縁の相手斎藤義達の討伐を決める。しかし義達の居城稲葉山城は難攻不落の堅城。信長は攻略の糸口を見出せずにいた。稲葉山城の戦い。義元を討った今、次に攻めるべきは義達。俺は斎藤家を滅ぼし美濃を取るつもりだ。機長、斎藤が滅ぶ様を見たくなければ尾張に残れ。お前はどうしたい？わからない。私は今まで自分で何かを決めたことがなかったから。私は父上に言われるままに生きてきた。斎藤家を強くするための道具として。父上が死んでも美濃に斎藤家が続く限り、私は心のどこかで父上に縛られ続けている。あなたが斎藤家を滅ぼしてくれれば私は変われるかもしれないわね。ならば共に来て、己が手で因縁を断つがいい。でなければ親父殿の呪いは解けまい。わかった、そうさせてもらうわ。よう秀吉、ついに身の攻めだな。思い切り暴れてやるぜ。織田に槍の股ざありってな。帰参がかなって張り切ってんな。だがそう簡単に行くかね。そういや信長様も何かもう一手あればと言ってたが。ああ、どうやら信長様は須の股のあたりに城攻めの足がかりとなる小次郎を築きたいらしい。だが敵地で城を不審するなど土台無茶な話よ。それなら敵に見つかる前に作っちまえば。資材を一気に組み上げて。だが助っ人がいるな。何をブツブツ言ってんだ。いや、こっちの話だ。この秀吉の活躍に乞うご期待。それじゃあ。なんだあいつ。俺のやり方見せ。私もあなたのように輝いてみせる。秀吉、いいぞ。さあ、旗印を掲げろ。須の股城、これにて完成だ。須の股城からなら崖を登ることができる。これで稲葉山城を攻められるぞ。秀吉がやったか。よし、全軍に号令。二手に分かれて須の股城に向かえ。須の股城は間違いなくこの戦の要だ。お持ちの兄貴、敵に奪われないよう頼むぞ。俺を誰だと思ってやがる。とはいえどれだけ持つかわからねえ。よし、須の股へ進むぞ。入れ。道山様は
義達様を見限っておられた。ミノの主にふさわしいのは誰なのだ。秀吉、よくやった。それに伊賀の物知三太夫にございます。織田殿、以後お見知りおきを。しかし信長様、せっかく城を建てたものの敵の攻撃が激しくて進めそうにありませんや。案ずるな、間もなく援軍が来る。秀吉、三太夫、それまで耐えしのぐぞ。あの人本当に城を建てちゃった。すごいや、信じられないよ。でも織田勢の攻め口はあそこだけ。あの城を抑えちゃえばこっちの勝ちかな。みんな角又の城に向かって。あの城さえ奪えば織田勢に勝てるから。斎藤の軍師は竹中半兵衛と言ったか。あんな奴を仲間にできたらな。私の帰るべき場所はもう斎藤家じゃない。この戦いで因縁を断ち切ってみせる。これは侵略ではない。親父殿より譲られた美濃を義達から奪い返すための戦よ。目障りだ。援軍は近いぞ。踏みとどまれ。壊してくれる。いやはや、さすがでございますな。俺をうつけと侮ったか。討ち死に。美濃の主にふさわしい者、俺以外にいねえ。信長ごときに奪えるものか。この俺を止めようとて無駄よ。これより攻勢に転じる。稲葉山城を包み込むように兵を進めよ。者ども、何をしている。さっさと織田勢の進軍を止めねえか。開門。今さら必死になろうと無駄よ。帰り討ちにしてくれるわ。迷っているいとまはない。我ら美濃三人衆の総力をもって角又の城を奪いに行くぞ。さてと、オイラたちは斎藤の軍師殿を黙らせに行くとしようか。信長こそが天下無双よ。秀吉は西へ向かったようだ。ならば我らは東回りで進もうぞ。もう半兵衛殿の申された通り、敵が迷い込んできたわ。壊してくれ。押し潰せ。オイラたちの動き、半兵衛にはお見通しだったか。秀吉が囲まれているか。救ってやらねば城攻めに支障が出よう。これで斎藤の兵力もだいぶ削れただろう。開門。やれやれ、なんとかしのいだな。今度こそ半兵衛のところへ行くぞ。
スノマタに城を作った人、どんな人なのかな。直接相手をしないとわからないよね。開門。半兵衛のやつ、自分で門を開けやがった。しや、オイラに興味を持ってくれたのか、竹中半兵衛。オイラは秀吉ってんだが、これも何かの縁だ。仲間になってくれよ。お誘いは嬉しいけど、急に言われてもな。僕に勝てたら考えてあげてもいいけど。分かったよ、君の家来になってあげる。そういえば義達様に通じる裏道があるけど。うっしゃー、オイラの仲間になってくれるんだな。で、裏道があるって。よし、進むか。道は開けた。義達を撃て。父上、竹中半兵衛が裏切りました。背後より敵が迫っています。夏の木、いざとなればお前は落ち延びろ。俺の怨念はお前が継ぐんだ。開門。ごめんなさい、義達。最後は私の手で。義達様が危ない。期待通りの戦ぶり。やはり信長はただのうつけじゃねえな。行け。何としても角俣の城を奪うのだ。また敵の増援が角俣を狙っているようだ。染まりきった面だな。別に構わねえが。それでも斎藤家が続く限り、私の心には呪いが残る。その呪いを解きに来たってわけか。変わったな、今のお前。悪くねえよ。ありがとう。何を。終わりのうつけにこの国は渡さねえ。美濃の正当な主は俺だ。受けてみなさい。義達様は私がお守りする。蝶の一年、侮らないで楽になりなさい。聞かせていただこう。の見立てが正しかったってのか。認めねえ。俺は認めねえぞ。討ち死に。これで終わったのね。斎藤は滅んだ。貴重、これでお前の心も解き放たれよう。秀吉、角俣での築城は見事だった。かの城なくして勝つのは難しかっただろう。はは、ありがたきお言葉ですが、角俣城はオイラ一人の手柄ではありません。ああ、分かっている。桃地三太夫と言ったな。世話になった。お前は伊賀の忍びか。さよう。お呼びいただければいつでも参上します。お役に立ちますぜ。それと信長様、このものをオイラの配下に加えても構いませんか。
改めまして、竹中半兵衛です。この度、秀吉殿から仕官のお誘いをいただきまして。斎藤の軍師だったやつだな。秀吉に仕えたいのなら、好きにしろ。はい、では好きにします。よろしくね、秀吉さん。おいらにさん付けなんかいらねえよ。頼りにしてっからな、半兵衛。今宵は盛大に宴かな。相変わらずのんきなやつだ。みな聞け、我らは今川を討ち、斎藤を滅ぼした。もはや織田を脅かしてきた者たちはおらぬ。しかし一時の平穏に甘んじていては、再び乱世に飲まれよう。ここで歩みを止めるわけにはいかぬ。乱世の断りを壊し、新たな世を作る。それこそが織田信長の歩むべき道と覚悟した。ほう。天下一新、これをなすまで我らの戦いは終わらぬ。そう心得よ。はは。